妖怪ウォッチ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 はレベル5より発売されているゲームソフト妖怪ウォッチシリーズを原作とする日本のテレビアニメ妖怪ウォッチアニメシリーズ第3作内容は無印版からの続編であり小学生の天野啓太を主人公としたギャグアニメとなる公式サイト宣伝媒体などではタイトルロゴ上に 2019新シリーズと表記された。前作、妖怪ウォッチシャドウサイドに登場した、妖怪ウォッチエルダと妖怪アークをケータが新たに入手し、何が起こるかわからない切り札として使うワンチャンサイド召喚が新たに追加された。また原作ゲーム本編のほか、派生ゲーム作品の妖怪も登場する。オープニングのナレーションは、ジバニャンとコマさんが前話交代で担当。 本作の放送に向けて、テレビ、東京ライツビジネス本部プロデューサーのベニアヨシは、単に以前のシリーズに戻すということではなく、番組構成や、世界観には、新しい要素を多分に加え、より挑戦的な作りになっていますと語っている。特に1話ごとに数分のミニシリーズが増え、よりバラエティに富んだ構成となっている。アニメーション制作は、 これまでのシリーズより継続する OLM に加え、第22話までマジックバスがクレジットされている。また、これまでのシリーズで主題歌を担当していたキングクリームソーダは本作より起用していない。2019年12月27日より同時間枠にて次シリーズ妖怪学園 YN との遭遇を放送。ありがとうございます。